第6波。オミクロン株の感染は子どもにも急激に広がりを見せています。愛知県ではおととい時点で感染者全体のおよそ 13% を10歳未満の感染者が占めていて、保育施設の休園や小学校の学級閉鎖などが相次ぐ事態に。小さな子どもたちのマスク着用、果たして園内ではずっとつけることはできるのでしょうか。本当に息がねしにくい。お外だと暑い、苦しくてもう取りたいそうになっちゃう。つけた感じが違和感もありますし、最初はすぐに外しちゃったりだとか、顎にマスクがいってしまったりだとか、なかなか正しいつけ方っていうのはすごく難しかったです。やっと今大きい子から順に定着しているっていう状態ですね。ウイルスから身を守るためのマスクが一つ間違えれば窒息の原因にもなりうるため、表情のチェックが欠かせないといいます。そんな中、マスク着用以外の方法で少しでも感染リスクを減らせないか、保育士たちが感染症対策の専門家とある実験を行いました。どのくらい空気が、換気できているかというのを見ていただきますね。はい、出しますね。窓を閉めた部屋に充満したのは無害の煙。換気が悪いとこうなります。空気の流れを見える化し、煙でいっぱいになったところで窓を開けて教室内のサーキュレーターを回すと、煙がスルスルと窓の外へ流れていきます。10分もしないうちに室内の視界が元通りになりました。専門家によると、部屋の中でも空気の流れを作ることが大切だといいます。参加した保育士からは感染対策について次々と質問が。今子どもたちマスクして遊んでるんですけど、園庭とかだと風があったりするのでエアゾルっていうのがたまりづらい状況ではあるんですか。今の時期だとやっぱ寒いので暖房を使ってるんですけど、扇風機を2台とも回した方がいいのか、どの方法がいいか教えていただきたいです。相次ぐ子どもの感染に保育施設が感染源ではないかと周囲から不安視されることも多いといいます。しかし感染対策を徹底しても子ども同士の密を防ぎきれないという現実があり、さらには家族から感染が広がっているケースが多いのも現状です。マスクなどで感染を防ぐの限界がありますので、それだったらウイルスそのものをなるべく吸い込まないような、そういう環境を作る、そういう対策に力を入れた方がよほど効果的だと。換気はもう日々心がけていたので、合ってたんだなって、これでよかったんだなっていうふうに思ったので、これからも続けていきたいな。寒い日が続く中、園では今後も換気をするなど感染対策を徹底したいとしています。